皆さん、こんにちは。2023年、卓券市合格ガイダンス、隙間時間で卓券合格ウェブコース講座紹介を始めてまいります。担当は、レクセ専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、では、私がね、ちょっとタイトルを隠してしまっていますので、<laughs> はい、えー。今一度、隙間時間で卓券合格ウェブコースについての講座紹介。 というような形で、まあ、ガイダンスになるんですけれども、おおよそ30分程度で、まあ、そもそも、宅検士資格試験をどのように攻略していけばいいのかという点と、まあ、こちらの講座についてですね、およそ30分程度でお話をしていきたいと思います。はい、えー、それでは早速ではございますが、えー、皆様お手元にね、まあ、ある方はこちら見ていただきまして、えー、宅検卓士資格試験の合格ガイダンスという形で、本日のテーマは、 はい、もうこちらにお見せしている通りです。えー、内容としましては、はい、えー、卓剣士試験を知ろうということで、まず、あの、出題形式と、そして受験資格、えー、さらに受験者数合格率ですとか、まあ、その資格試験についての内容ですね。で、皆様がおそらく、まあ、一番気になってらっしゃるであろうところがこちらの試験突破の攻略法。 というような形で、勉強方法についてですね。皆様にとって、まあ、どういった勉強法が一番最適なのかというようなところを、まあ、一緒に考えていきたいと。そして、やっぱり、宅検士資格試験、インプットだけでは足りないと。何としても、その試験に合格するために必要な回答力というのを、な、ま、ん、あ、とか鍛えていただきたいで。その回答力を鍛えるための、まあ、3ステップ。 多分この辺をね、見たいなっていう方多いんじゃないかなと思います。そして最後に、まあ、今回の隙間宅達についての講座紹介というような形であの進めてまいります。はい。えー、では、早速内容を見ていきたいと思いますが、まず、宅見志試験を知ろうということで、そもそも、出題形式や受験資格についてご存知でしょうかまあご存知の方もね、今一度確認をしていただきたいと思いますが、 出題形式は四肢択一、四肢択一式と呼ばれるもので、四つの選択肢から正しいもの、または誤っているもの一つを選ぶマークシート方式となります。そして、まあその四肢択一式ではあるんですけど、実はいろいろなバリエーションがありまして、単純性語問題というふうに言われる、まあこのね、どれか一個、丸過罰を探すっていうもののほか、組み合わせ問題、 正しいものの組み合わせはどれか。あ、い、う、え、などのような形でいろいろな記述がありますから、その中で正しいこと言ってるものの組み合わせを4つの選択肢から選ぶ。で、さらには、個数問題。正しいものはいくつあるかというふうに、まあ、数が書いてありますから、それの選択肢を選んでいく。 ような問題も実はその死死択一式のマークシート方式なんですけれども、出題方法、まあ、出題方式っていうのは多岐にわたっているわけですね。そして、出題数は全部で50問。1問1点です。試験時間は2時間となります。受験資格については、国籍や年齢、学歴、性別等に関わらず、どなたでも受験することが可能です。各都道府県に受験申し込みをすることになりますので、 ま、原則としてお住まいの住所地でご受験いただくことになります。そして、受験者数や合格率について、ま、直近のデータをお見せしておきます。もしかするとね、あのスマートフォンなどでご視聴いただいている方、文字が小さいかもしれないんですけれども、一番下が直近のものになりまして、2022年の合格率。 合格率、このあたりなんですが、合格率は17%。合格点は、まあ、実は、問いの48で、ちょっとあの、まあ、俗に言う没問があったのであれなんですけど、36点ということになっております。そして、その前と、もう一年、まあ、2020年、2021年が、なぜかこう、二つの月の文が書いてある。10月、12月、10月、12月と。これは何かというと、実は2020年と2021年は、まあ、コロナ禍、 ということもあり、受験会場が少し足りなかったんですね。で、急遽年に2回の試験に、まあ、臨時の措置として、年に2回の試験になっていたんですけれども、昨年からは年に1回、10月の第3日曜日に戻っております。まあ、ただ、この、何を見たいかっていうと、どれくらいの難易度なのかっていうのをまず知っていただかないといけないので、合格率としては、近年はおおよそ17%程度。 で、もう少し前は15%程度だったんですが、まあ、最近はやや、あの、高くなってますね、17%で。合格点に関しては、高い年だと38点。で、昨年は36点。ということで、7割だとちょっと足りないかなと。50点満点中の35点だと少し足りないかな、やっぱり40点くらい取りたいかなと、とようなデータになっておりますね。ポイントとしましては、 10年前と比較して、申し込み者数、受験者数、合格者数が増加しています。合格率は大体今15%から17%くらい。で、昔はそれこそ7割目標と言っていたんですが、今はね、もう40点目標です。なので皆様は、まず宅研師試験を知ろうというのは言い方を変えると、まずは戦う前に敵を知ろうということですが、 その敵を攻略するためには、40点以上取れる実力が必要になるというのがここから読み取れてくるわけですね。そして、出題範囲や出題科目についてです。卓研試験の試験範囲と、各科目の特徴としましては、まず権利関係ということで、全部で14問出てきます。問いの1から問いの14までが権利関係と言われる分野になるのですが、法律としては、 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法、などなどの、まあ、権利に関する法律が出題されることになりますね。目標としては、まあ、7点から8点。で、この権利関係の分野においては、問題で何を聞かれてるのかっていう読み取りをしっかりしていただくことが重要となります。私は、この今願ガインスとしてお話をしている隙間宅見。 隙間時間で卓剣合格ウェブコースでは、権利関係は最低ラインが7点と。7点、14問中7点だから、半分以上は絶対に取れる力をつけていただきたい。で、半分以上取れる力をつけたのであれば、そこから先はあんまり深入りしない。だから、例えば13点取りたい、14点取りたい、権利関係で満点を取りに行こうっていう勉強をしてしまうと、かなり範囲が膨大になります。 で、権利関係のところは特に判例を根拠とした問題なども出題される可能性がありますので、非常に奥が深いんですねで。そこで満点取りに行っちゃうと、明らかに学習時間が足りなくなります。なので、いい意味で力を抜くべきところは力を抜いて、7点は絶対に取る。7点以上を目標にやっていただきたいというふうに講座内ではお話をしています。そして続いて、 宅建業法。これは全部で20問出題されます。具体的には問いの26から問いの45。問いの26から問いの45で出題される内容ですが、まあ、宅建業法というふうに書いてある通り、宅建業法、宅地建物取引業法という法律と、あと1問だけ、住宅貸し担保履行法という、まあ、宅建業者に関する法律からも1点だけ出題がございます。 なので厳密に言うと、宅建業法だけで20問ではなくて、宅建業法で19点、住宅貸し担保理工法で1点の合計20点ということになりますね。目標点数は18点から20点。で、勉強ではなく仕事のルールとして、まあ、覚えていくことが重要なんですが、まあ目標なのでいいんですけど、一応ね、目標としては満点です。だから20点。 18点目標にしてしまうと、ケアレスミスですとか、難問疑問がどうしても1、2問は出てくるから、18を取れる実力でいっちゃうと、16点とか、15点とかに落ち着いてしまいます。卓剣業法で15点、16点、ちょっと厳しい戦いになります。なので、もう心づもりとしては、満点を取りに行く。つまり、権利関係はいい意味で力の抜きどころがあったけど、卓剣業法はもう全ての知識が入っている。 で、実際に皆様は今年、宅建試験に合格されて、宅地建物取引士として、まあ、実際にね、ご活躍されることになると思いますから、実際にその業界に入った後のこと、宅建士として活躍する際のことだと思って、もうお仕事のルールとして具体的なイメージを持って覚えていく。でそれをしていけば、繰り返していけば、満点も、あの、全然夢ではないです。取れます。満点を目指すっていうのを、ここでは目標にしてくださいね。宅建業法は満点を取ると。 そして法令上の制限等。こちらは11問出題されます。具体的には問いの15から問いの25までの全11問です。都市計画法、建築基準法、税金に関する税法、えー、不動産価格に関しての知識等と、まあ、かなり幅広く問われるんですけれども、目標点数は9点を目標といたします。 用語の意味や手続きの流れをしっかり暗記することが重要です。ただ、ここで言う暗記というのは、あの、ブツ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 読んで覚える。っていうわけではなく、なぜこの法律はこういう制限を設けているのか。なぜこういう用語が登場するのかっていう、まあ、ちゃんと理屈でわかる。で、理由付けができる。上で覚えていくというのが重要になりますで。そういうふうにしっかりと正しい暗記をしていただければ、ただ単にブツブツ言って覚えたもの。 と違って、忘れにくい、しっかりと戦える武器になるような知識になります。そして、免除科目というものもございます。免除科目は全5問。問いの46から問いの50までの5問あるんですけれども、内容としては、えー、不当経費類及び不当表示防止法、土地や建物についての知識等々、ま、全部で5点分。すべて、あの、内容としては違う内容が出てきます。目標点数は4点。 で、免除、免除科目というふうに言っているんですが、免除を受けられる方は、事前の、えー、講習の受講が必要となります。この免除って何なのって話なんですけど、宅建業に実際に従事していらっしゃる方、つまり、宅建業者でお仕事をされている方は、免除科目の5点分を、ある特定の講習を受講していただいて、その修了試験に合格していることによって、 すでに特定した状態でスタートすることが可能です。で、その方専用の受験会場っていうのがあって、受験時間がね、実はあの10分間短くなるんですけれども、まあそれを受けていただいていることで、ちょっと年によっても変動があるんですが、若干あの一般の受験者の方と比較すると合格率が高くなる傾向にございます。ちょっとね、昨年はイレギュラーだったんですけれども、基本的には例年5%程度は免除科目。 の免除をお持ちの方は受かりやすくなるというような、えー、統計が出ております。はい。まあ、このあたりがね、あの、宅検誌、資格試験をまず知ろうということで、基礎となる敵についての情報であったと。で、それが分かったところで、試験突破の攻略法について一緒に作戦会議をしていきたいと思います。まず、勉強法の選び方についてなんですが、もちろん独学という選択肢もありです。あの、いいと思います、独学も。 ただ、結構大変なんです。ちょっと独学を除いた状態で、まずご紹介していきたいと思いますが、勉強時間をどの程度確保できるかで、まず判断していただきたいと思います。ただ、あの、今回独学除きますよというふうに言ってますけど、あの、独学でやりたいっていう方も、もちろん参考になる部分はあると思いますので、ちょっとね、一緒にお付き合いいただければと思いますが、頻度としては定期的に、だから毎日勉強できますよと。で、両方として、 ある程度まとまって、つまり1回あたり3時間程度はしっかり机に向かえますっていうような方は、コース選択などをする際の決め手として、網羅性を意識していただきたいです。あの、もちろん独学の方も、教材を選ぶみたいな際に、あの、どうしようかっていう時に、この視点でちょっと考えた方がよろしいかと思います。そして、不定期に、まあ、つまり時間が空いた時にしかちょっと勉強はできないかもと。で、量としても、細切れで、 例えば通勤の,あの電車に乗ってる途中ですとか、家事をしている合間にちょこちょこっと見るくらいしかちょっとまとまった時間取れないかもしれない。というような方は、手軽さ。例えばスマートフォンで対応していますから、スマホで、スマホ一つであの勉強ができますよ。というような手軽さがコース選択の決め手になってくると思います。本当にこれ意識しておいていただきたいんですけど、結構ね、あの、網羅性が、まあ、網羅しているようなもの、網羅性優れているようなものを、 こうパッと手に取ってしまう方結構多いんですよ。でもそうすると、そもそも定期的にまとまってできる方向けの教材とかコースを時間がなくて、細切れでちょっとずつやらないといけない方が取ってしまうと、明らかについていけないんですね。 だから買ったはいいけど、冒頭の権利関係の1回目、2回目あたりで、あ、これちょっと厳しいのかもしれないと。宅検試験って難しいんだと。宅検試験は難しいです。難しいけど、その難しいんだって感じてしまっている要因が、もしかしたら、ご自身のその学習時間をどれくらい確保できるかっていう観点で、そもそも合ってない可能性があると。ですから、その教材を選ぶ、コースを選ぶ段階で、まずこの頻度と量、 については、しっかりご自身にとってあった教材なのかっていうのを考える必要があります。そして、過去問の解き方。これは講座を受講される方も独学の方も共通です。丸一、一つ一つの選択肢に理由付けをして、正語を判断するように意識してください。そして、丸二、解説を読んで正解すべき問題かどうかを確認していただきます。その後、丸三。 間違えた問題は、もう素直に事実を受け入れていただいて、もう復習をしていくと。これにつきます。で、本当はもうこれはね、あの、ガイダンスなので、あまり細かく書けないから、口頭でね、追加しますけど、宅建試験に何としても今年合格するためには、とにかく過去問に触れる頻度を増やしていただきたいです。 で、その、過去問を解くことが大事、過去問を解くことが大事っていうのは、私はこういったあの動画でももちろんお話ししておりますし、今回ご紹介したい隙間、卓券でももちろん何回も何回もお話してます。で、生講座。生講座でももちろん何回も何回も実際にお会いしている受講生の方に、過去問解いてますかとで。あの生講座だと、こ皆さんが持ってらっしゃる問題集なんかも見えるわけですから、あ ちょっと何々さん、あの、過去問綺麗なんじゃないですかって休憩時間にね、お声掛けしたりとか、もう何回もお伝えしたい内容です。過去問本当に何回もやってほしい。ただ、過去問をたくさん解きましょうね。よしじゃあ過去問たくさん解くぞっていうので、例えば独学の方、今見ていただいている方もいると思います。ただ単に過去問を、例えば5週やりました、10週やりました。でも、なぜか合格できないと。解き方に問題があるんです。丸かツが言えたら正解。違います。 丸か罰を言う、つまり単純成功で判断する。当然大事です。でも、それだけじゃなく、なぜこれを丸と判断したのか、なぜこれは罰と判断したのか、理由までご自身に対して説明できるかです。だから一つ一つの選択肢に丸か罰かを振っていくっていうのが、要は死死択一式の卓研試験の本試験の解き方なんですが、過去問っていうのは本試験で出されたものを、まあ、要は抜粋してね、集めていたり、過去問として、 何年の分と、令和何年度の分っていうふうにまとまっていたりするものです。で、それを解くときも、もう本試験だと思って、なぜそれが丸なのか、なぜ罰なのかっていうのを自分で説明しながら解いていく。で、説明して解いた、解いた後解説読む。解説読んで、もちろん説明できなかったり、これ初めて見たな、わからないなっていうのがあるんです。それは、もしかしたら、別にわざわざ正解できなくてもよかったんじゃないかっていうものも中にはあります。 ですから選択肢の中で、例えば足の3番と足の4番は絶対に知らないといけない知識。肝心な知識なんだけど、1番と2番はちょっと細かい判例からの、まあ、知識の出題であって、実際に今年の卓研試験、今年以降の卓研試験、本試験で出題されるかっていうと、いや、そこまで出題頻度高くないなーと。知らなくても3、4、足の3番、足の4番さえ分かれば解けたよねーっていうような、 選択肢ももちろんある。で、そういうものに時間を割かなくていいんです。だからそこに関しては解説を読んでいただいて、あ、これに関しては、要は3と4を判断する上での1と2は、まあ、ちょっと引っ掛けようかな、みたいな形のもので、あんま意識しなくていいんだな、っていうのをちゃんと理解した上で、重要なものとそこまで重要でないものの知識は分けておかないといけない。で、独学の方はそれをご自身で、まあ、判断しないといけないわけですね。 で、独学でない方は、その講座で、ま、各講師が、この知識は一応ご参考程度ですと。で、大事なのは、足の1、2を無理やり丸とかツとかで判断するんじゃなくて、知らないということでとりあえず置いておいて、3と4についてしっかり理由付けをして、正語を判断できたかどうかが大事ですと。あの、講師が絶対言ってますから、その辺はやっぱり、あの、予備校を使う方の、ま、強みですね。 独学の方がご自身でそれを一個一個振り分けをしていかないといけないっていう、その、それが一番時間がかかるんです。それをしなくていいっていうのが、まあ、講座を使うメリットであると。で、大事なの3番です。間違えたら素直に事実受け入れて、とにかく復習していただく。でもその復習の仕方も、例えば、ああ、これ間違えた、じゃあテキストもう一回読もうと。読んだところで、わかるのかと。その、もしかしたら間違えてしまった理由が、そもそもの理由付けを勘違いして覚えてしまっているっていう可能性も、 大いにあるわけです。だからそのあたりをしっかりとなぜ間違えてしまったのかっていうところまで分析した上で、その辺も素直にちゃんと、あ、これこれこうで間違えてしまったんだな。じゃあ、そこについての知識をもう一度確認しようというふうに繰り返しやっていただく。で、ここの1,2,3のそれぞれのステップをしっかり踏んで、やっと1回解いたっていうことになります。だからとにかくスピード重視で丸とかツを言っていて、はい丸、ツじゃあ次じゃないんです。ちゃんとここまで、 言えたということで、それを繰り返す。で、繰り返していく過程で、インプットもアウトプットも、要は同時並行してできるっていうのが過去問の正しい解き方になるということでございます。はい、ここまでで、えー、試験突破の攻略法という形で、まあ何が重要なのかお話をさせていただきましたが、えー、最後に隙間宅タケンのご紹介をしたいと思います。まあ実際に今、独学でやってるよっていう方も、もしかしたらあのコースの方がね、いい可能性もあるので、えー、ご紹介をしていきます。 えー、スキマタッケン講師紹介。2023年は、模試回数が2回、プラスとなりました。そして、直前対策も追加しております。もしかするとね、今スマホでご覧いただいている方、文字が小さいかもしれないんですが、まずインプットということで、理解。理解はこちらの、えー、スキマ時間でタッケン合格講座。30分1コマ、120コマございます。でそちらで、 隙間時間です。電車乗ってる間ですとか、まあ、ちょっとした時間に、もうこまめに続けていただくこと。で、そのこまめにコツコツ積み重ねていったものが、もう大きな力になります。で、まず理解していただきます。そして、まあ、もちろんこの過程で問題集も活用していただくんですけれども、それを踏まえて、この模擬試験。模擬試験も受験していただく形になります。模擬試験はまず基礎編が2回、そして実践編が3回。 最後にファイナル模試ということで、まあ、本当実践を想定した、本試験を想定した模擬試験を受けていただくことが可能です。そして直前対策ということで、隙間時間で品質総まとめ講座というものもございます。まあ、このあたりをトータルで受けていただくことで、あの通信ではあるんですけれども、実際にその生講座で受けている方もね、この模試受けてるんです。で、教材としましては、まあ、この後お見せしていきますけど、今ちょうど手元にあるのでね、 このあたりと対応しているものが、えー、こちらの隙間時間で宅見合格講座になっておりますので、本当にこれね、生講座でも私使っているものになります。メインの、えー、実はですね、去年の12月から生講座っていうのはやっているんですけれども、12月から10月までずーっとね、週に2回ないしは週に3回通ってやっている方もいるわけですが、その方たちと同じような知識が本当にこれでついてくるというような、えー、プランになっております。そして、 教材としましては、今お見せしました、デルジュン卓ケンシ,シリーズ。合格テキスト3冊とウォークモン3冊。そして、えー、隙間時間でタッケン合格の講義録。基本的には図解と表で、あの、とにかくわかりやすくしようということで、テキストをね、ひたすら読んでいく講座はいらないと思いますから、それ皆さんが読めばいいんです。よりわかりやすいように図解などを多く用いて、 で、私は実際に宅検業者ですから、具体例などもお話しして、あの、講義録もセットで見てわかる講座がスキマ宅検という形になっております。そして最後に品質総まとめ講座テキストというものも使ってまいります。そして安心の使いやすさということで、やっぱりね、ウェブ講座、学習している上でご不明点が出てくることがあります。 その場合には、教えてチューターという機能がございまして、実際に、あの、レックの講師に質問が可能ですで。そちらが30回分ついておりますので、まあ、たい30回もあれば、えー、これどう、具体的にはどういうことなんだろうみたいなのがあった場合にお聞きいただいて、まあ、十分足りるかなと思いますね。さらに、まあ、今こうして私がお話ししているような形で講座は進んでいくんですけど、講座のね、動画をダウンロードすることができます。で、倍速機能もありますので、 まあこう、30分ではあるんだけど、やっぱり30分も取れないっていう方、2倍速だとちょっとあれかなと思いますけれども、1.5倍速などで聞くことは十分可能だと思いますので、そういった形でね、時間も節約しながら学習を進められるというのが大きなポイントです。そして、1回30分の隙間時間。これがやっぱり特徴ですね。忙しくてまとまった勉強時間取れないと。 ちょっとお恥ずかしながら私なんですが、講義は1回30分だから隙間時間で学習することができます。隙間時間に対応した講義としまして、まあ、例えばなんですけれども、夜寝る前に1本見るとで。朝起きて仕事行く前、電車乗ってる間に1本見る。お昼休憩で1本見る。というような形で、通勤中、家事の合間、起床後、就寝前など、まあ、YouTube などを見る感覚で気軽に見ていただくことができます。 というよりも、一コマ30分で、まあ、先ほど申し上げました通り、1.5倍速などでね、見ていくって考えると、やっぱり隙間時間を有効活用していただいて、ちょこちょこと細切れで、あの、机に向かってない時でも、まあ、YouTube 見ようみたいな感覚で見ていただくことが大事なんだというわけですね。さらに、品質知識が満載の講義録。分厚いテキストちょっと読めないと。読む時間がないというより、読む気力がなくなってしまう方も多いと思うんですが、 合格に必要な知識を抜粋した講義録が付随しています。まあ、付属しています。一応ね、一例としてこんな形なんですけど、ほら、図解が多いでしょもちろんね、あの、文字がどうしても出てきてしまう部分もあるんですけど、できる限り、まあ、合格テキストをもとにして、品質の知識がコンパクトにまとまっていて、見やすく、覚えやすい、あの、教材、講座に、 したいということが、こちらのスキマタッのコンセプトですから、講義録もかなりね、あの、視覚的にわかりやすいような形になっています。そして、冊子と PDF の両方が教材としてあの提供しておりますので、場所を選ばずに勉強しやすいというのもポイントです。そして、アウトプット対策も安心。インプットは十分。でも、ちょっとアウトプットできるか不安だという方。模試が6回分と1問1答。 これね、アプリがあるんですよ。その一問一答のアプリ付きがセットになっています。で、アウトプット、完備のコースということで、ま,あ、まずね、あの、理解としましては、この赤い左側の部分なんですが、ま、模試があると。そして、デルジュンケン士、一問一答、丸抜戦士問題集。 ということで、このね、アプリが本当におすすめなんですよ。このアプリケーションは、アプリはね、実際に私が、あの、いろんな資格試験勉強するときにもやってるんですけど、このアプリを使っていただくと、それこそスマートフォンで出先。隙間たっけん。一コマ30分。いやーでも30分も見る時間ない。あじゃあ何分ならありますと。電車の乗り換えまで5分あると。え、5分あったら相当解けますよ。 そういう5分10分の隙間時間。あとはもしこれね、業者の方が見てらっしゃるんだったら、お客様との待ち合わせ。待ち合わせ場所に着きました。だいたい15分か20分くらい前に着く。でも,もお客様に会うのはあと15分後だと。で、その辺の現地の確認済んだ。準備 OK。そしたら、何問も解けます。そういう隙間時間を有効活用していただくっていうのが、やっぱり合格への近道になるわけですね。はい。そして最後に、まあ、ウェブの配信日程と受講料についてお見せしておきます。 ウェブの配信日程は今お見せしております通りで、すいません、スマートフォンだとちょっと小さいかもしれないんですけれども、まあ、こういった形で順次、あの、公開されていく形になります。えー、インプットに関しましては、権利関係はもうね、あの、2月28日から開始ということで、で、宅検業法3月下旬、法令上の制限が4月の下旬というような形です。模擬試験に関しましては、あ表示しております通りですが、夏頃からですね、ずっと続いていくと。でファイナル模試は、最後の最後です。 9月の下旬から締め切りが10月の4日までというような形ですね。はい。まあ、このような形で順次配信が続いていく形になります。そして受講料としましては、えー、税込みで7万0千円。で、教材に関しては、えー、教材料も込みになっており、受講料込みの教材としまして、まあ、このあたりの教材がございます。 で隙間時間で卓券合格の講義録と品質総まとめ講座テキスト、こちら非売品であのコースをお申し込みいただいている方限定のものとなっております。はい。以上で、まあ、およそ30分ではございましたが、2023年の卓券士合格ガイダンスという形で隙間時間で卓券合格ウェブコースの講座紹介をさせていただきました。えー、2023年卓券試験受験される方、 絶対に今年合格すると決めていただいて頑張ってくださいね。応援しております。それではご視聴いただきましてありがとうございました。